から昼ご飯食べに行きます。今日はランゴシにしました。ランゴシは、ハンガリーの揚げパンです。上にいろんなものを乗っけてとても美味しいです。もう結構油っ気で重いんだけど、ハンガリー人はみんな本当に大好きで、今日それを紹介したいと思います。やばい、ソーセージとパン、すごい。きっと美味しい、これ。美味しい、やばい。美味しい。めっちゃ柔らかい。おいしい。どうしよう、でかくて食べれないかも。お母さんも食べさせよう。おいしい。マンガリッツァ豚ソーセージだったみたいです。ランゴシ食べに来ました。今上にサワークリーム、チーズと少しニンニクも入れました。上にね、ハムも乗せていいし、キャベツのやつもあるし、いろんな種類あります。あなたも美味しく食べれます。本当にハンガリー人の大好物なので、多分嫌いな人がいません。食べてみましょう。お、でかくて最初のところは結構食べづらいんだけど、あー、あ、おいしい。ふわふわで柔らかくておいしい。酸っぱくて塩っぽくてマジでマジでおいしい。でこれにビールめっちゃ合います。特にビーチに行くときよく食べてます。おいしい。でかすぎて多分食べきれないと思う。
おいしい。久しぶりこんな味。やった。ラッキーです。チーズとサワークリームたっぷり、ニンニクも結構効きます。やばいやばい。こんな感じでデート絶対に行けませんので、皆さん気をつけてください。あ、やっぱり重すぎて多くて食べきれません。ちなみにハンガリーで料理残してもいいから無理しなくていいです。皆さん遠慮なくご飯捨ててください。ね、今日本当にとっても冬らしい天気で、寒いです。お母さんはホットワイン買いに行きました。それで体を温めましょう。ホットワイン来ました。乾杯。乾杯。今日はいちごワインです。すっげーやばい。蜂蜜みたい。本当に美味しい。そう、ハンガリー語でね、美味しいってフィノンというですよ。お母さんがずっと、お母さんはずっとフィノンフィノンって言ってるので。何をフィノン。そう、フィノンは美味しいです。お母さんの気づき。でも美味しい。外国人も結構いる街なので、本当に多分皆さんも楽しめるところだと思います。ぜひハンガリーに来る機会があったらアイルサボスローにいらっしゃってください。